モーリシャスルピーは、現在モーリシャスで流通している通貨。補助通貨として、セントがあり、1モーリシャスルピーイコール100セントである。ISO4217 のコードはミュール。2009年2月現在、1モーリシャスルピーは 2.7 円ほど。モーリシャス銀行が発行する。モーリシャスはかつてから、インド系商人の貿易中継地として発展してきたことから、インドの影響を強く受けており、1876年より、インドと同じ通貨単位のルピーが、地元の通貨として、法律で定められ、翌年の1877年からは、モーリシャスルピーが、それまで国内で流通していたインドルピー、UK ポンド、モーリシャスドルと、1インドルピーイコール1モーリシャスルピー。1モーリシャスドルイコール2モーリシャスルピー、1イギリスポンドイコール10、モーリシャスルピーのレートで置き換えられた。なおモーリシャスルピーは1914年にセーシェルルピーが導入されるまでの間セーシェル国内でも流通していた。1934年からはそれまでのインドルピーとの固定相場制から UK ポンドとの固定相場制に変更し、インドルピーと同じ1シリング6ペンスのレートとなり1979年まで維持された。1ルピーコイン1877年のモーリシャスルピー導入を受けて1セント、2セント、5セント、10セント、20セントの各セント硬貨が導入され、1セント、2セント、5セントは銅貨、10セント、20セントが銀貨であった。1899年には、硬貨の生産が一旦全面的に中止されたが1911年に銅貨の、1934年に銀貨の生産が再開され銀貨の生産開始とともに25セント、50セント、1ルピーの硬貨が新しく採用された。1947年に10セント硬貨が白銅貨に変わったが、1950年に再び銀貨に戻された。1987年からは、セント硬貨とルピー硬貨が一新され、今まで、硬貨の肖像画としては初めて国家元首ではない、首相のシウサガル・ラングラムの顔が採用された。1セントと5セントは、鋼鉄の銅メッキで5セント硬貨は、従来のものと比べて小さいサイズになった。10セントと25セントは、ニッケルメッキの鋼鉄、1ルピーと5ルピーが白銅でできている。1997年からは10ルピーの白銅貨も導入され、現在流通しているものは主に1ルピー、5ルピー、10ルピーの各硬貨である。2007年には、モーリシャス銀行が通貨発行を始めてから40周年を記念する、20ルピーの記念バイメタル硬貨が発行された。モーリシャスルピーの最初の貨幣は1986年に政府によって5ルピー札、10ルピー札、50ルピー札の3種類が発行された。1919年に1ルピー札が加えられ、さらに1950年に25ルピー札と1000ルピー札が導入された。1966年から硬貨と紙幣の発行の権限が政府ではなく、モーリシャス銀行に移譲され、1967年から発行を行うようになった。当初は5ルピー、10ルピー、25ルピー、50ルピーの4種類の紙幣のみの発行で、デザインも首相の署名がモーリシャス銀行常務の署名に変わっただけで全く同じものであった。しかし1985年に、これらの4種類のうち25ルピー札を廃止し代わりに、20ルピー札、100ルピー札、200ルピー札、500ルピー札、1000ルピー札の5種類を採用にデザインもこれまでのものと一新した。しかし2つの印刷会社が紙幣を印刷されたことや、デザインの時期もバラバラであるためデザインに一貫性がなく、紙幣番号から透かしまでそれぞれの紙幣に違うシステムが、採用されているという状態が1998年まで続いていた。1998年からはモーリシャス銀行が統一したデザインの下25ルピー札、50ルピー札、100ルピー札、200ルピー札、500ルピー札、1000ルピー札、2000ルピー札の7種類が発行され、紙幣はすべてイギリスのトーマス・デラルー社によって印刷された。現在はこの紙幣は一度回収されており、1999年から第7版目にあたる紙幣がモーリシャス国内に流通している。紙幣には紙幣によってそれぞれ違うモーリシャスの著名人の顔と風景画が印刷されている。現在流通している紙幣の一覧は以下の通り。これらの違いの他に額面によってサイズが微妙に異なるほか、右上の角には視覚障害者が紙幣の種類を特定するための補助機能がついている。またどの紙幣にもモーリシャス銀行の建物の描写が入っている。ありがとうございます。